ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、今日も、アミナック、2件目ですね。やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。おー。はい。安藤中澤です。よろしくお願いします。おー。はーい。で、今日は、このテーマは、まず家で、日常のスペースでもできる、まあ、運動不足解消トレーニングということで、やっていきます。まあ、簡単な、トレーニングなんですけども、どこを使うかをちょっと意識してやるだけで効果がだいぶ変わってきますので、体の使う部分、自分でちょっと認識作って、正しくやっていきたいと思いますので、お願いします。お願いします。で、まあ、今こう、自宅待機だったりとか、なかなか体を動かせない状態になってるんですが、まあ、体の不調、なんかこう今気になるなっていう点を何か一つ挙げるとしたら、なんか一つ上がる？俺？うん。首。首。首が痛い。なるほど。ここ。ああ、なるほどね。うん。まあ確かにそのデスクワークとかずっとこう何かスマートフォンだったりパソコン見てると首がどん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 前に行っちゃうから。重力に対してこうどんどんどん背中が丸くなってきて体の姿勢がどんどん崩れていく。今日はそういう部分をしっかり整えるようなエクササイズをしていく、まあ、そのためにじゃあどこを鍛えるかっていうところで、まあ、ここはちょっと恒例になりますけど体の奥の方、体幹周りを中心にトレーニングをするような形で今日はやってきますの でポイントとしては、3つ。1つは呼吸、鼻で吸って、口から吐く。で、呼吸動作は、普通に呼吸するぐらいでいいので、次に、まあ、脱力を意識して、やるようにしてください。で、二つ目は、手足に力を入れない。体を支えるから、どうしてもこう、力が末端っていって手先とか足に入りやすいんだけど、こっちに力入っちゃうと体が硬くなってしまうので、なるべくこっちはリラックスして、この体幹周りにしっかり刺激を入れていくようにしてください。で、3つ目は、まあ、かぶるところはあるんですけど、姿勢を意識してしっかりやっていくような形で、トレーニングを行いたいと思いますので、どこを使ってるか意識しながらやっていきましょう。では、音声ミュートにしてもらって。オッケー。じゃあちょっとウォーミングアップからやっていきましょう。右足を前に出して前斜めをします。でこのまま上に上げていって指先を見ていきながら指のとこ、指のを越えたらずーっと首に戻っていきます。はい、1、はい、戻して、はい、息を吐きながら、2、はい、戻す、3、息を戻して、はい、4、はい、ラスト、はい、OK。 では今度は右手を横に開いて後ろを向きます。1、2、目線も後ろに持っていきましょう。はい、3、肩が上がらないように、はい、戻して4、はい、戻す5、はい、 OK。 今度は反対側に、まあ、前に出して上に上げていって後ろに持ってきます。1、はい、2、はい、3、はい、4、あと1回、はい、あと OK、 戻す。で、次外に開くやつをやるんですが、今ちょっと見てて気になっていましたので、この状態から開くときに、こう開いてときに、こっち足がこうぶれないように、この状態のまま
なので、ここから上だけを回す。OK。じゃあ行きましょう。この状態から。開いていく。膝が開かないように。そう。はい。1。ここから下を固めて、ぐっといけそうまで。2。はい。開いて。3。呼吸止めないように。4。はい。ラスト。5。はい。OK。で、次は、右足を真横に出して、横に出して、手を頭の後ろで組む。で、肘が自分の膝に向かって曲げていく。この横をまず伸ばして、そのままこっちの肘を内側に回す。で、戻して、下ろしながら、この肘を前に戻す。3。はい、ラスト。5。はい、OK。今度は反対側、左に横に出して、まず真横に倒していく。ぐるぐる倒して、肘を内側に入れる。体をひねる感じですね。
そう、オッケー、ナイス。じゃあちょっとウォーミングアップこれで終了なんで、水とかちょっと用意して、今日最初はまたちょっとバランスチェックしてからトレーニングに入りますんで、まずはちょっとバランスチェックからいきましょう。OK。 じゃあ両足でまず立って、右足から抑える、これでまずキープ、はい、いきます、レディー、はい、キープ、ゴー。はい、あと10秒、はい、OK、 はい、今日の参加者は素晴らしいので、ちょっとレベル上げます。今度は、今こっちで立ったら、こっちで立ったから、この状態から手をタッチ、つま先タッチ、右手タッチ、左手でつま先タッチで戻ってきて、はい、行きましょう、はい、よーい、まず右手でつま先タッチに行って、おー、いいね、そう、はい、左手、そう、OKOK、 バランス崩さないように、で、今度は反対の足、右手立って同じようにタッチに行って、バランス崩さないように、そうで、左でタッチ、そう、 OK OK、 じゃあ続いて戻ってきましょう。一回じゃあ音声ミュート切っていただいて、まあ、今ちょっとバランスを見た状態で、最初にやったのは抱えただけで動きがないから、まあ、静止状態のバランスで、ここではこの状態でタッチ、体の重心が前に行って、重心の移動が若干起こった状態で体がしっかり支えられてるかっていうのを見ていく、その中でちゃんと自分がどこを使って体を支えてるのか、で、そこからしっかり情報、運動の流れが流れてるのかっていうのをちょっと見てみました。なのでこれから体幹トレーニングやるときは、ここをしっかりある程度、まあ、固める強は意識を若干持つので、そこからあの動かすところ、手足を動かすときにちゃんとそこに情報が行くようにちょっとイメージしながらやっていきましょう。で、最後また確認しますんで、よろしくお願いします。ミュートでやってみましょう。で、スタートはつばいになります。肘ついて、で、肘が肩よりも前に出ないように肩の真下に持ってきて、膝を股関節よりも後ろに、これが後ろに行くほど負荷が上がるから自分で調節してください。膝が前に行けば楽になります。で、体をこう丸めないようにして、少しお尻を後ろに軽く引いて、で、まずこの状態が、基本姿勢、ここから左足を上げるわけじゃなくて、後ろに伸ばす。そう、最初の姿勢崩さないようにして、後ろに伸ばす。それでキープしましょう。OK、いきまーす。用意して、レディー。はい、左足伸ばす、ゴー。上じゃなくて真後ろに伸ばすようなイメージで、はい、鼻で吸って口から吐く、5、4、3、2、1、はい、 OK。 今度反対いきましょう。また肘ついて、膝を後ろに引く、そこから後ろに
足を持っていきましょう。はい、じゃあ準備しましょう。レディー。はい、伸ばして、キープ。呼吸止めないように。頑張って。はい、残り5秒。4、3、2、1。はい、OK。ナイスです。で、今のここはしっかりお腹周りに入ってれば OK。天のカメラ下にできる。問題なければ、ダメだったらいいよ。OK。で、次、手をついて、四つ前。で、股関節の真下ぐらいに膝を持ってきて、両足を浮かせる。足を浮かせる。そう、膝で支えて、で、この姿勢の状態で右手と左足を伸ばす。で、膝と肘がタッチして伸ばす。で、キープして伸ばす。ここで、タッチ、伸ばす。で、これちょっと難しいって方は、足ついて OK。ついた状態で伸ばして、おへそで、肘と膝がタッチできるようにして伸ばす。これを左右10回いきましょう。でまず最初の位置ついて、で右手と左足伸ばす。はい、でタッチしよう。1、タッチ、伸ばす。そう。はい、2、よいしょ。3、そう、バランス。はい、1、そう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 。ピッと伸ばして、そう、5。タッチ、はい、伸ばす、ナイス、はい、6、はい、タッチ、そうそうそう、7、いいね、はい、タッチ、8、はい、9、はい、ラスト、はい、OK、ナイス、いいね、いい姿勢、いい姿勢、みんないい感じ。今度は反対側、左手と右足を伸ばす。このまま状態、最初の姿勢作っていきましょう。レディー。はい、伸ばして。はい、タッチ。はい、キープ。しっかりタッチして、伸ばすように。3。そう、タッチ。4。そう。いいね。5。そう、はい、タッチ。6。いいね、ナイス。はい、頭下げないように、7、目線ちょっと上げて、そう、8、そう、9、はい、ラスト、10、OK、ナイス、OK、OK。じゃあ次は、この状態で、膝を少しまた下げて、さっきの四つ前の近い状態にします。今の状態と似たような形ですね。で、足を開けば開く行動もっときつくなります。なんで、肩幅よりは縮まないようにして、自分でちょっとコントロールしながら、で、膝を少し下げます。この状態作って、お尻少し引く。こんな感じ。で、この状態で膝を地面から離す。これでキープ。はい、レディー、ゴー。はい、膝上げて、そう、いいね、はい、ふーっと頭の下に下げないように、ちょっと斜め上を向きます。そう、はい、 OK、 ナイス、 OK、 OK。 この状態で、今度は動かしていきます。肘をついてこの状態を作ります。で、足を前に持ってくる、前に持ってくる。で、この時にお尻が回らないように気をつけて、この状態のまま前に、これを左右いきましょう。まず肘ついて、そう、この状態。
で、このままお尻下がらないようにキープして膝を伸びる。そう、いきましょう。レディー、上げて、はい、上げよう。1、そう、はい、反対、2、そう、膝をおへそにかける。2、5、6、そう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 、7、8、9、10、11、3、ラスト、はい、キープ、ナイス、お腹ですね、お腹周り、OK、固定するのと、動かすのと、しっかり力をやっていきますと、じゃあ次は、肘をついて、肩の下に肘をつく。で、両足曲げて、膝を後ろに軽くつく。で、この横を上げて、肩を上げる。腹筋を使います。で、手はお腹の横に置いて、そう。はい、OK。板を下ろして。じゃあ、準備からいきましょう。で、ここ上げて、少し下げる。で、上げる。下げる。上げる。で、上げるとき、この人の動きが意識する。そう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 。OK。これでいきましょう。はい、レディー。はい、ゴー。上げて、アップ。はい、ダウン。はい、アップ。ダウン。こっちに力入れない。ダウン。アップ。はい、ダウン。はい、ゴー。ダウン、6、よいしょ、7、はい、8、9、ラスト、10、OK! 一気の横、ちょっと上半身きつくなるかもしれないけど、肩であんまりキープしないように気をつけよう。今度は反対側、この状態で、膝を引いて、ちょっとお尻軽く、下の骨盤を後ろに引く、腰に引く。で、肘を肩の下に持ってくる。こんな感じで。で、手は横。OK。膝が前に行かないように気をつけて、後ろに少しして、このまま、まずは体を上げよう。はい、ダウン。はい、アップ。1、2、3、
下げて、はい、OK、 ナイス。この内側ですね、まあ、普段内側ほとんど刺激が入らないので、このふくら筋っていって横の腹筋と一緒に連動させる手は非常に大事になりますので、まあ、ここでキープする意識をしっかり持っていきましょう。じゃあ次、最後、背中周りやってみます。この状態で両足曲げて膝を少し開きます。で、手を後ろにつく、そうで、膝をそちらに右開いて、そうそうそう、で、そのままちょっと一足開きすぎるかも、そうそうそう、こうなると、こう、こんな感じで、そうそうそう、OK。で、このまま後ろに手をついて、体を上げる。そう、ブリッジのような感じで、はい、キープします。レディー、ゴー。そう、呼吸止めないように鼻で吸って、口から吐いて、はい、もうちょっと丸めないように上げていく、はい、OK、 いいね。じゃあ次ラストいきましょう。ラストは今の姿勢から膝を持ってくる、で、下ろして持ってきて下ろす。で、これが上げた時に下がらないように上げたまま これを左右へ行きましょう。では、用意して。そう。で、上げて。そう。で、右足から1。そう。2。はい。3。OK。4。お腹でしっかりキープ。そう。いいね。5。はい。6。はい。7。OK。8。9。10、もうちょい、はい、1、はい、2、あと1回ずつ、3、ラスト、グッド、はい、OK。 OK、これで、まあ、背中周り、お腹だけじゃなくて、背中とお腹の横、そして内側、まあ、お尻も今日はしっかり刺激できましたので、そこをちょっと自分でもトレーニングしながら意識をしていけるとよりいいと思います。最後、今日はクールダウンした後にさっきのちょっと確認しますので、先にちょっとストレッチをやっていきましょう。では足をこんな感じで伸ばす、ショーダーをで、手をついて後ろに引く、そうそうそう、で、膝の上に手を置いて前に持ってくれ、で、遠くを見るような形でぐーっと伸ばす、呼吸を止めないように、あー、OK、 はい、戻して、で、今度は開脚、足開いて、で、手をまた後ろについて、一回骨盤を引いて、一回骨盤を持った状態作って、右手で左手のつま先に出して、おー、ナイス、鼻で吸って呼吸を止めないように、はい、OK。 では反対側に出していきましょう。はい、OK。 次はちょっと内転筋とお尻回りストレッチします。右足をまず踏んで、そうで、左足を後ろに、そう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 、そうで、体を前に倒してみて、お尻を伸ばします。で、そのまま一回落ちて、で、左手を斜めにぐーっと伸ばして、反対。そうそうそう、そうするとこの、
こちら付け根からこの辺がぐーっと伸びてくると思います。ぐーっと斜め上に伸ばす。そうそうそう、カメラ OK。 はい、 OK。 今度反対行きましょう。左足出して、右足を後ろにちょっと引いて、で、こんな感じで倒す。で、体を前に倒して、まずこのお尻を伸ばします。はい、ちょっと起き上がりましょう。で、右手を伸ばして前にぐーっと伸びる。で、指先見て、しっかり伸びる、見て。そう。はい、OK。 じゃあ、ちょっと一回立ち上がりましょうか。さっきの最後確認していきます。そう、左足出して、で、右手で左足のつま先を出していて、で、戻る。そう、で、この反対側自分のペースでいいですよ。そう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 、いいね。今度反対の足に動き出まして、両手片方ずつ左手で出していって、ああ戻る。おー、いいね。はい、右手で出していって、はい、OK、 素晴らしい、いいね。じゃあ一回こっち来てもらって、音声のミュートを切りましょう。食べてみてる。ありがとうございました。最初のバランス見て、今最後やって、バランス崩れずできたんで、まあ、トレーニング、まあ、短いトレーニングだったけど、いいトレーニングできてたのかなと思います。今回は結構トレーニングできるメンバーだったんで、ちょっと負荷強めでやったんで、あれがベースで、あの状態からどんなのを見るかっていう風に、ちょっとこうだんだんランクは上がってくるので、うん、でも最初に比べると柔軟性もすごい上がってるし、まあ継続してこう刺激入れていくっていうのはすごく大事なので、バランスっていうのは無意識な状態で崩れにくくなるので、そこまで落とし込めるといいかなと思いますので、ぜひ継続的に運動をやっていきましょう。よろしくお願いします。この動画も YouTube に上げるので、何かコメントだったりとか、何か自分の体の悩みとか、何かリクエストもいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくです。ありがとう。